はい、ということで、すいません、変な紙してて、すいません、ちょっと切りしないで、これ切りしないでください、私も切りしませんから。着物がですね、これですね、これ映、これに映るんでしょうか、ここ、これ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 襟の内側なんですよ。で、襟の内側がなんで汚れるかと言いますと、まあお茶の子菊ですね、懐に懐中するというこう所作がありまして、懐中した時に何かが汚れていたというので、お菓子は食べきらずに、そのままこうね、ちょっと急いでこうどうのこうなんでくるときはもう口の中に絶対入れた方がいいです。こんなことするとこういうことになります。返しの中のものがね、こうはみ出したのか、それかもう一つ考えられるのは、釜敷をこう入れた時に、釜敷なのでちょっとこう、要はなんか釜敷が汚れていたものがまあ着物についた、なので要は何かわからないシミ、何かわからないシミは要はでも、汚れはですね、もう油汚れか水汚れしかないんですよ。で、一旦実はこっちの外に出てる分にもこう映ってたので、一旦頑張ってこう取りましたら、ですね、いわゆるこの間したベンジンですね、皮脂汚れとかには襟のここのとことか、この襟とか袖のね、袖口とか襟口とかいうところはベンジンのやり方をアップしたと思うんですけど、今度は、ベンジンである程度薄くなりました。でもこれはベンジンじゃ薄くな、これ以上薄くならないというふうに、そう判断しましたので、要は中性洗剤ということになるんですが、中性洗剤は薄めた中性洗剤ということをよくなんか書いてあると思います。で、それでその過炭酸ナトリウム、これですね、青いお空が好きなのよ、飛ばしてごらん、シャボン玉のシャボン玉石鹸。シャボン玉石鹸は福岡が誇る、福岡北九州若松の商品ですけど、まあこれ溶けるんですよ、いい感じ。もうすみません、私が有名人だったらシャボン玉石鹸の宣伝がしたいぐらい大好きです。はい、なので私が有名になった暁にはシャボン玉石鹸を押す YouTuber になりたいと思います。いや本当にこれ冗談抜けてですね、過炭酸ナトリウム、このシャボン玉石鹸がいいですよ。で、なんかね、ちょっとこう何かに消え物で、でももう食べるものとかもちょっと送るのあれとか言って、なんかちょっと人に送られるんだったらこれおすすめします。はい、福岡のお土産ですって持っていかれるときに、北九州ですけど、要するに福岡のお土産で持っていかれるときは、私はシャボン玉石鹸をおすすめしますっていうくらいいいんですけど、使えるのはね、だからほら、要するに衣類の漂白でしょ、それからなんかいろんなものの消臭ね、それから、除菌ねっていうので、ですね、洗濯機を丸ごと洗うなんていう時にも使えます。はい、っていうので、まあそういうこれをですね、ほらこうなんかワンカップ大関じゃないけど、ちょっと日本酒必要な時に、私料理酒使わないでもう飲めるお酒を使うんです。で、なんでかって言ったら、後からこれね、ドレッシング使ったりほらこうやってなんかするのに、このカップ付きのワンカップの日本酒は後から使えるこの容器が好きで、お酒はこういう形の買い方をしています。はい、っていうので、飲みすぎなくてもいいからですね、これぐらいだったらちょっとまあ何かな、お酒のね、お酒じゃない、魚とかなんかでちょっとアルコール飲んどった方が良さそうなね、ものの時にちょっとこうね、っていうので、こういう形のものを買っておくと、後から自分だけのほら少なめのドレッシングとかね、こういうことに使えるんですよ。っていうので、このもうほんとこのぐらいを入れました。そしてお水を注ぎます。これお水、ただの水です。はい、で、まあこんなもんちょっと濃すぎるかもしれん、ということでですね、まあこれもう使い古しのもうこういういろんな作業にする時のもう歯ブラシ、歯ブラシから下ろした掃除用のブラシで、ちょっとね、この分じゃまだ濃すぎます。これ濃すぎます。もっと薄めていい。なのでちょっとシャボン玉石鹸薄、もっと薄めていい。
こんなに濃くなっていいんです。こんなに濃くなっていいんです。じゃないと、後からジャブジャブ洗えるものじゃないからですね、着物ってね。なので、ちょっと もっと水加えていいですね。すいません。ちょっと中座します。なので、ちょっとこれをね、他のものにちょっと移し替えて、他のことにしていきますから、ちょっと もっと薄くしますよ。もっと薄くしますね。このぐらいの薄さ、これなんか何 cc のお水に何グラムに対して何 cc とかね、なんか本当は言った方がいいんでしょうね。ごめんなさい、もうこんなのがね、大体このぐらいの色とかね、そんなちょっとこういう言い方をすると、昔ミード丼を友人に作り方を教えてて、大体このぐらいの味でとか って言ったら、ちゃんと教えてくれないっていうね、友人から煙たがられたことがありますけど、まあ、そんな感じで、まあ、とにかくまたアイロン台を敷きまして、そしてここに乾いたタオルを敷きまして、って言ってはそんなもう綺麗なタオルじゃなくていいんですよ。そのもう雑巾に下ろそうかぐらいの感じのねタオルを下ろしまして、そしてその幹部をここに乗せます。そしてやっぱり手袋します。これはそんなに手袋しなくてもいいんですけど、とにかく、このぐらいの薄めた中性洗剤っていうのが、具体的にはこういうことです。はい。なので、シャボン玉石鹸の回し物じゃないでしょ。別に本当に使い比べて、シャボン玉石鹸大好きです。少しね、比べると高いんですよ。でもね、溶け方がすごくいいんです。すごくよく溶けるんです。まあ、試してみてください。過炭酸ナトリウムを比べられてもいいと思います。はい。ということで、一応、こういう感じ。優れてます。っていうので、一応、こういうね、こういう状態にしといて、こういう状態を、ここに、こうして、患部に、もう、だから、歯ブラシを。で、これですね、こんなことすると、あれが怖いんですよ。普通は水染みってこうシミになるんです。なので濃い着物には素人は手を出さない方がいいと思います。この白い 薄い生地だから素人でもいけるなと思ってやったらうまくいったもんですから、アップしてます。うまくいかなかったらもうちょっとねアップできないので、ということで、もう何の汚れかわからない場合、しかも、だから要するに、気がついたら汚れてたっていうパターンの時、油汚れか、もう水汚れかもわからない。でも、まあ、襟汚れは皮脂汚れですよ。ってことは油汚れですよ。だけど、そうじゃない。こんなところは何かの彼がついている。っていう時は、まあ、ちょっと便利でポン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 ってしてみて、もう取れんぞとなったら、この中性洗剤。過炭酸ナトリウムでのあれをこんな風につけたこの液でこんな風にしながら、でまあこれはっきり言って襟の内側ですから、もう来た時にわからないんですよ。だからまあそんなに頑張らなくてもいい、まあ、ところではあるんですけど、まあ、ちょっとせっかくだったら気がついた時点で取っとくと後々取ろうってなった時にはもう取れなくなりますので、こういうシミっていうのは見つけた時点でやっぱり取った方がいいので、これだから初め自分でやる時ちょっとね勇気がいりました。もうシミになったらどうしようと思って、でもちょっと一旦やってみようと思ってですね、普段に着る小物ですから、それこそ漆喰屋さんっていうんですかね、このこういう本当に
専門でやられる方のところのお世話にまでちょっとなるレベルの着物じゃないので、自分でね、頑張ってみようと思って、こうやって、つけ置きにしてもそのこういうね部分取りでこうたわしなり歯ブラシなんかでこうってゴシゴシした後洗濯機で回せるものだったらいいんですけど、着物ってそういうわけにいかないので、はい、ということでですね、ということで今こういう状態、濡れた状態です。でそしてまあそのあれですよね、このここも染みてますから濡れた状態ですから、まあここをちょっと場所を変えます、場所を変えます。そしてこれ濡れたもうタオルを、これ濡れてか今かけてたんですけど、これで結局今ついてる洗剤を、まあ、薄めないといけないじゃないですか。だからそれこそ得意のまた叩き落とす、なんかね霧吹きで周りをぼかすっていう方もいらっしゃるんですけど、いや私こっちの方がいいと思ってます。すみません、それはもうやり方なので、で私はもう濃い着物には手を出しません。あくまでもこの白地の着物だけですね。どうしてねこの叩くっていうことを覚えたかと言いますと、こういう漆喰屋さんのところで作業場が2階なわけですよ。そしたら上からこの音がするんです、このダン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 って。だから叩き落とすんだなっていうのをね昔から思ってました。叩いてあるんだってこの音がするんですよ、その2階で作業したら。もっと多分プロはなんかシーってこうビューってこうね、クリーニング屋さんとかが持ってあるようなああいうこうね幹部をこうしといてここでシューってしたのがありますから、まあ、だけどそういうのはもう本当に専門家が持ってるもう道具になる、商売道具になりますから、ね、だから そこまでお願いしたい時はやっぱりそういう専門家にお願いされるのがいいと思います。こういうことになります、はい、なので要は周りが今こう濡れてる状態なので、これは乾かして要するに干します。なのであくまでも濃いのじゃなくて薄いのでしかできません。洗濯ジャブジャブジャブってできるわけじゃないので、なので着物のそうですね、これネクタイの染み落としにも応用できると思います。ネクタイもねどうしてもこう食べる飲食が伴うところもありますからね。油汚れは、ベンジンで、そして水汚れはこの中性洗剤を薄めた分で、ブラシでうまくやって洗うわけじゃないので、こうやって洗剤も叩き落とすみたいな中性洗剤で、はい、ということで今この状態になりました。なので、乾いたら出来上がりになります、はい、なのでビフォーアクターアフター分かりますかね。もう少し本当は頑張って撮ろうと思ったら撮れるんですけども、ここは襟の内側なのでもうそんなに頑張らないで置こうと思っています。はい、うん、なんかねここから見ても何かを本当に懐中してしまったみたい、何かを懐中してしまったみたいです。そのうん、なので飲食の汚れではなくてね、どうしてもそういうことがあります、はい、なのでまあお茶のお稽古はなるべく着物でした方がいいんですけど、まあそういうのがありますので、お稽古着と本番用とね、やっぱちょっと分けてした方がいいですね、はい、っていうのでこれはある程度もうめいっ子に
めいっ子たちにのね、あの、ま、きま、回そうと思ってるものなので、綺麗な状態で残してあげとかないと、ね、いいですね。はい、ということで、はい、あの、今度は、油汚れ、水汚れの、その水汚れの中性洗剤で、あの、ま、シミを取る方法でした。はい、ということで、すいません、あの、こんな変な形で失礼しました。